若手からベテランに至るまで、とにもかくにもクセモノ俳優が勢ぞろいしている映画、孤狼の血レベル。そんな面々の中でもここでは、本作を支え、盛り上げ、大いにかき回している、こわもてベテラン俳優の3人、弟拓真、滝藤健一、中村獅童らの功績に注目したい。弟拓真、吉田茂役、018年に公開された前作、孤狼の血に引き続き、この、孤狼の血レベルにも出演している弟拓真。彼が演じる吉田茂は、前作ではとある暴力団の構成員であったが、本作で書かれるのは3年後の物語だ。彼を取り巻く環境はもちろん、当の吉田自身も変化。肩着となって建設会社を設立し、一からやり直している模様。しかし、鈴木亮平演じる神林が率いる組の者たちに乗っ取られてしまう。なんとも不憫な男である。この役で弟が担っているのは、ある種のコメディリリーフ的存在。物語が物語なだけに、スクリーンに映し出される事象が事象なだけに、声を上げて笑えるようなものではないが、ハイスピードで展開していく物語の緩急に、彼は、ゆるさを与えている。さすが、本作を監督した白石和也監督作品常連俳優の弟だからこそ担えるポジション。日本で一番悪い奴ら、016年、日活ロマンポルノリブートプロジェクトの一作である、メス猫たち、017年、サニーさん、018年、なぎまち、019年、人よ、019年、などなど、物語の、核、となる人物ではなくとも、核に触れる、役どころに配され、白石作品の世界観の構築に一役買ってきた。そのキャリアを、今回またも更新したはずだ。滝藤健一、佐賀大輔役、滝藤健一もまた、弟拓真と同じく続投組。演じているのは広島県警本部、捜査一課管理官の佐賀大輔だ。警察の中でも大いなる力を握っている男であり、暴力団の荒くれ者たちと対峙する主人公にとって、彼もまた敵対する存在である。演じる滝藤の眼光はいつも以上に鋭く、吐き出すセリフの一つ一つは諸刃のナイフのよう。彼の出番の尺で言えば、そこまで多い方ではないだろう。そもそも本作は、30名にも及ぶメインキャストたちが火花を散らし合う。そこに前作の出演者たちの影もちらつくため、感覚的なボリュームは非常に大きい。それでも滝藤演じる佐賀大輔の印象が強く残るのはなぜか。その理由の一つはもちろん、彼がそれだけ優れた演じ手だということだが、もう少し具体的に掘り下げてみたい。主人公は、おびただしい数の荒くれ者たちを相手にしている。それらと対極にありながら、これまた主人公と敵対関係にあるのが佐賀大輔だ。つまり、無限大に存在しているように思えるヤクザに対して、佐賀は1。主人公にとってこの無限大と1が拮抗していなければ、本作の緊張感は物足りないものになるかもしれない。演じる滝藤はたった一人で、この重要な存在を全うしているのだ。これは作品全体のトーンも意識して演じなければならないポジションであるはずなだけに、改めて本作における、滝藤健一イコール佐賀大輔の貢献度の大きさを感じる。